こんにちは、ナオリンです。今日もハードオフちょっと行って、買い出してきたんですけれども、今日はクライアントを連れて病院の方に行ってきたんですけど、まあ、私の本業はカウンセラーなのですから、それで行ってきて、それで送ってですね、その近くにハードオフ、多摩のですね、多摩市の和田っていうところにですね、ハードオフ、比較的新しいですけれども、以前は野島電機があったところなんですけど、中和田っていうのかな、そこにハードオフができまして、1階にはハードオフとホビーオフが入ってます。で、2階の方にはオフハウスっていうような日用品とかですね、いろんなものをバッグとかアクセサリーなんかも扱ってるオフハウスっていう形のものがありますなってますね。はい、じゃあちょっと早速、まああんまり、あ、これはちょっとあんまり大したものじゃないんですけど、これはですね、アイワのですね、リモートコントロールユニットって書いてあるんですけど、これは多分アイワのコンポ、オーディオコンポのリモコンですね。はい、こんな感じ、ちょっと見えないかな。まあ、写真に撮ってブログにも入れようかなと思ってるんですけど、まあこんな形で、これは今これこれを使うコンポないんですけど、まあこういうのはなんていうんですかね、リモコンがない機種なんかを持ってる人、リモコンがなくなっちゃったとかですね、古いの買ったんだけどリモコンがついてないっていう人がいると、こう需要があるんで、これ108円だったんで、これをオークションにかけようと思って買ってきました。次はですね、次は、まあ、これにしようかな。これウォークマンみたいなタイプなんですけど、これはね、日立で作ってるんですね。日立のやつですね。これも随分古そうなんですよ。これはもうテープ全然動かないですね。ただ、電源入れてみると、さーっていうなんかモーターが動いてるのかな、動こうとしてるのか、そういう音がするんで、多分これは、完全に治ると思います。はい。で、これは、こうですね。なんか結構綺麗なんですよね。あんまり使ってないんですかね。これ日立でもこういうの作ってたんですね。このタイプで日立のっていうのは出会うのは初めてなんですけど、まあ、ソニーとかですね、アイワの、こういうカセットレコーダー、この小型のですね、これは随分直してるんですけど、日立のって初めてなんで、ちょっと直してみようかなと思ってます。はい。これも直したらオークションにかけます。ちょっとコーヒー飲みました。結構今日疲れたんですね。いろんなとこ行ってきたんでね。それで、あとはですね、また今度ソニーですね。これもですね、ソニーのウォークマンタイプなんですけど、これはね、この、録音ができるタイプですね。ただ、これ VOR、これは何、機種名が書いてあるのかな、機種名は TCM37V ですね。この TCM のシリーズっていうのは結構直してるんですよ。結構ね、これは便利で、ちょっとお年寄りとかですね、そういう、まあ、ちょっとかっこいい面もありまして、それで結構需要があるんで、これ結構直してます。これもね、動かないです、はい。あ、さっきのちなみに、これね、日立のやつ。これが540円です。税込みね。540円。これがね、TRQ の40っていうものですね。これ古い。
かなり古い。これもですね、TCM37V って書いてありますけど、これも相当古いんじゃないかと思うんですよね。これも外見は、外見壊れた部分ってちょっと見えなかったんで、多分これも直りますね。これも電池をこう、電池がこう、パックが、電池パックがこうあるんですよね。あ、違うか。これ電池パックなんですよ。で、電源入れると、やっぱりモーターが動いてる音がするんですけど、このカセット自体は動かないです。これも比較的中は綺麗ですね。ヘッドの部分とか、相当綺麗なんで、これも、まあ、多分直るんですよ。あ、これちなみに、これも540円ですね。それと、もう一つ、カセットなんですけど、これマイクロカセットですね。これちっちゃいやつ。ちっちゃいやつで、これもね、ちょっとね、使い方がちょっとよくわかんなかったんですよね。これもね、結構古いんですよ。こうね。これ。これも540円なんですけど、この手のやつもうちょっと軽いんですけど、これはやけにずっしりするんですよね。で、これが M、ソニーのですね、M102、M102 ってやつですよね。なんです。はい。これもマイクが入ってて、これ録音できますね。これで、これカセット、これ。こう見えないかな、マイクロカセットが入るんですよ。これ今マイクロカセットのやつ、これを入れて3つあるんですけど、まだ直してないです。なぜ直してないかっていうと、一つ問題がありまして、問題っていうんじゃないんだけど、こう今までもマイクロカセットを何台も直してるんですけど、実はテープ速度の調整用の、調整するためのテープを作ってなかったんですよね。ですから一応ざっと動く、普通に動くところまでやって出してたんですけど、今度はまあ、カセット、普通のカセットテープ、こういうタイプのカセットテープはちゃんとテープのスピードを調整してからオークション出してるんですけど、マイクロカセットの方はそれをやってなかったんですね。なんですけれども、今度やろうかなと思って、ちょっと今調整用のテープをどうやって作るかっていうところを、まあ、作り方はいくつもあるんですけど、普通にやってるので今回作っても面白くないかなと思って、ちょっと独自な方法でこうテスト用の、調整用のですね、テープを作ってみようと思ってるんで、そのテープができたら、この辺を全部直して、ちゃんとテープスピードを、調整した上でオークションに出したいと思います。これも結構しっかりしてるんで、古いものなんですけど、すごくいいものだと思いますよ、これ。はい。まあ、カセットテープの場合は、例えば、普通のこういうカセットテープの場合は、誰かが撮ったやつを、他の機械で録音する、再生するっていうことが、まあ、普通にあるわけですけど、マイクロカセットの場合っていうのは、大体自分で撮って、それを自分で再生するっていう使い方が多分多いと思うんですよね。ですからあんまりテープスピードはそれほど重視しなくてもいいかなと思って、ちょっと手抜きをしてたんですけど、その辺はもう、ちょっと、もうちょっと踏み込んでですね、テープスピードまで調整して出そうかなと思ってます。はい。これもちょっとね、この操作の仕方がちょっと普通のと違うんで、これも調べてみなくちゃいけないですね。これが、540円で買ってきました。あとですね、ちょっと大物になっちゃうんですけれども、ですね、これですね。これメーカーはちょっとよくわからないんですけど、これは何年製っていう、
と2006年製のやつですね。フルステレオ CD システム、サウンドルックっていうところで出してるのかな。はい。以前こんなようなタイプの、ね、東芝で何台か直したことあるんですけれども、これは、ね、アダプターも内蔵じゃない、ついてたんですよね。それで、ただこれ直れば、こう、使い道あっていいなと思ってたんですけど、これの説明のところを見るとですね、実は CD が、再生できませんって出てたんですよ。んで、ただし、再生できないって言われてるものでも、治るものと治らないものがあるんですね。なんで、一応これ、ハードオフの中にも、テストできるところ、全部じゃないんですけど、全部の店舗にあるわけじゃないんですけど、机が置いてあって、AC のコンセントがついてて、こう、試してみるためのスペースっていうのがあるんですね。そこで、CD を入れて、まあ、試してみたんですね。この CD がこう入るんですけど。はい。これ、東芝のとやつと同じような、もしかすると同じ、このピックアップかもしれないですね。なんか形がなんか似てるんで、もしかすると、そうかもしれないです。うん。これちょっとシンプルで、音はまだわかんないんですけど、まあこれ、こう、場所も取らないんでね。それあとラジオ。ラジオは FM、AM が入るみたいなんでね。ちょっといいかなと。FM アンテナはこう、外付けのアンテナになってるのかな。はい。で、LINE 入力がついてるんですね。で、これやってみたらですね、実はわかったんですね。なんで CD が動かなかったか。それはですね、単純にこの CD を再生するボタンが効かなかったの。ボタンが反応しないんですね。だからスイッチの不良っていうことです。これ何度も何度もこうやりながらやってましたらね、再生できました。で、向こうでもちょっとかけてみたんですけど、まあ、そこそこ鳴ってたんで、多分調整すれば、これは使えるようになると思います。はい。で、こういうのあんまり値段言っちゃうと、オークションでかけるときに、なんでこんな安いのをこんな高く売るんだって言われちゃいそうなんで、あんまり、言いたくないんですけど、これはやっぱり540円です。はい。こういうのを、だから、まあ、これもちょっと汚いんでね。うん、これもちょっと綺麗に、してから出そうと思ってます。はい。それと、ですね、大物なんですけど、一つは、これレトロ。これですね。これ古いんです。汚いんです。古くて汚い。で、動かない。はい。これはね、オートストップシステム。よくわかんないですけど、要するに、カセットテープレコーダーです。はい。これは、三洋のものなんですけど、これ多分昭和の、そうですね、昭和の70年っていうのが私が直した、一番新しいやつなんで、多分、昭和じゃない、1970年ぐらいか。はい。ですから、これは、それよりも5年ぐらい後か、もしくはその近辺ですね。ですから、1970年前後の、三洋のカセットテープレコーダーです。で、これも、まあ、電源入れてみたんですけれども、これはね、これはね、動いたんですね。モーターが動いてるんですけど、再生はちょっとテープ持ってくるの忘れたんで、音は出さなかったんですけど、この辺もちょっと調べないとわからない部分があるんですね。これ内蔵マイクが入ってて、これスピードなんていうのがあるんで、もしかすると再生スピードをコントロールするのかなって。それで LL とかってこうなってるんで、これは、語学学習用とかですね、そういう学習用のシステムだったのかなって思ってます。
これもね、直そうと思ってるんですけどね。はい。こんな古いタイプ。うん、レトロですね。昭和レトロですね。あ、お、なんかすごいな。すごいと。これあれ、バッテリーですね。バッテリー、ちょっと、どういう風にバッテリー入っちゃったの？おっと。なんだこれ。これバッテリー見てこなかったんですけど、バッテリーが噛んじゃってますね。これはちょっと、うん、ちょっと直しましょう。今やって壊れてもしょうがないんで。はい、こんなものを。あ、これはね、いくらだっけ？あ、これもね、540円ですね。はい。これはもうレトロで、多分動くやつっていうのは多分ないと思います。市場というかね。うん。これをまあ動かして、まあレトロファンというかですね、古いものを愛せる人たちにこう使ってもらえればいいなと思ってます。はい。それとですね、あ、うん、なんかカタカタ言ってる。これがなんだかわかんないんですけど、カタカタ言ってます。はい。これも直してみればわかると思います。うん。部品がなんか取れちゃってるのかもしれない。あともう一つ買ってきたのは、あ、ちょっと、あともう一つ買ってきたんですね。これがハードオフでは最後のやつです。これはね、ちょっと高めだったんですね。800いくらかな ?800 円ぐらいしたんですけど、これはソニーの、カセットテープレコーダーですね。はい。これはね、そんなに古いものではないんですけど、と言ってもですね、ここは、なんか記念に贈答したのかな、なんだろう。東京商組っていうの商業組合っていうのかな。それで、創立50周年記念っていうことでね、こう貼ってあるんですよね。これがね、平成2年、3月25日って書いてあるんだよ。うん。千住っていうのかな？うん。なんかそこのやつみたいですね。記念品として使ったんですかね。はい。ですから、平成2年っていうことになりますから、それでも、今、平成27年ですか？ということは、平成2年ということは、約20年前の、カセット、ソニーのカセット。この頃のソニーはまあ、全盛期っていうか、多分、相当世界のソニーって言われてた時代でしょうね。これができた頃に生まれた子が今、二十歳っていうことになりますね。はい。そんな古い、まあ、いつも結構昭和レトロなんかをこう扱ったりなんかするんですけど、まあ昭和の終わりの平成2年なんで、まあ平成の初めですね。まあかなり古いんですけど、まあソニーで、うん、イッツァソニーって書いてますね。昔こうありますね、イッツァソニー。はい、今もイッツァソニーっていうのをなんかやってるのかな、わかんないですけど、これが、うん。よくダブルカセットはあるんですけど、これはね、シングルカセットですね。カセットが一つのやつです。はい。で、まあ、テープ、あ、テープじゃねえ。FM と AM が使えますね。はい。で、アンテナも、まあ、綺麗になってますんで、ね、はい。で、これはですね、あ、前回かな、こう紹介したやつで、AC の、この、これね、AC のケーブルなんですけど、それで、その時に、この、このカセットの方につなぐところが、これ豚の鼻みたいになってるんですけど、これが、新しいやつはこの、
ところくびれてるんですよね、欠けてるんです。だけどこの平成2年とかですね、そういう古いタイプのものはこれ欠けてない、この楕円形のやつです。はい、だから結構この楕円形っていうのは結構古いタイプのコンポっていうかラジカセとかですね、そういうのを修理するときっていうのは修理っていうかジャンクを買ってきてそれを修理して生かそうとするとこれが必要になったんですね。今回はですねこれが一緒にくっついてたんである意味ラッキーかなって思ってます。これもねよく見るとまあこれもよくわかんないですけどね、こうテープが貼ってあるんでもしかするとこの辺がパカッと取れちゃうのかななんてね、ここねテープ、あとねあとちょっと気になったのはここですね、電池の蓋にテープが貼ってあったんですね。でよく見るとこの電池のところ、まあ、電池のところをこうパカッと開くようになってるんですけど、これがここ2つこうつくはずのところが1つが欠けてるんですね。はい、まあ電池で使うことってめったにないんでまあいいかなと思うんですけど、これちょっとねこの引っかかりが甘いんですね、こう取れやすい、多分1つで十分こう固定できるんでしょうけど、ただこれがねここのところ、もうちょっとこれがこう反発力が強いとちゃんとこう固定できるんでしょうけど、多分こうちょっとへたっちゃってるんですかね。この辺はねちょっと熱を加えながらちょっと戻してやるんですね。そうするとちゃんとこれカッチャンと入るようになるんで、多分片側なくてもいけると思います。まあ電池を入れてガタガタやった場合はちょっと取れる、これ開いちゃう可能性があるんですけど、まあその辺は、まあ、気をつけるのと、まず電池で動かすことないと思うんですね。これはね DC で6ボルトかな、6ボルト、あれ、いや違う、9ボルトかもしれない。いくつだ、6本ですから7.2ボルト、7.2 じゃないな、9ボルトか、1.5 だから3.9、あ、9ボルトですね。だからこれ単一の電池を9本も入れなくちゃいけないんで、まず今使うことはないと思うんですね。これをまあ外に持ってって聞くっていうことはあんまりないとは思うんですけど、もしかするとまあ夏なんか浜辺かなんかでこうレトロっぽくやるっていう人がいれば別なんですけど、まずまあ電池は使わないと思いますんで、まあまあしっかりとは言わないですけど、ちゃんと固定できるように修理しとけばいいかなって思ってます。はい、そんな形で、あ、これ言ったっけ、値段800円プラス税金かな、消費税で買ってきました。はい、これがですね今日行ったハードオフ、中和田店っていうのかな、多摩市にある比較的新しいハードオフで買ってきたものです。はい、それとちょっと取れちゃいましたね。それと番外編というかちょっとおまけなんですけど、実はよくこう私が私の好きなねリサイクルショップがあるんですよ。多摩市の聖蹟桜ヶ丘の駅から徒歩5分ぐらいにあるところなんですけど、そこはチーロバの家っていうリサイクルショップなんですけど、そこは普通のリサイクルショップと違って、障害を持った人がお店を手伝ってるというか運営してるところなんでね、そこは結構掘り出し物があるんですよ。なぜかというと、そこは買わないんですよ。要するに全部寄付なんですね。
ですからこう安くっていうかほとんど無料で仕入れてるんで、それでまあそこで売ってるんですけど、そうすると結構いいものが売られてることがあるんで、時々、まあ、ちらっと見てきます。それでいいものっていうのは そこはね結構いいものが本当にあるんですよ。っていうのはどうしてかというと、聖蹟桜ヶ丘っていうのは京王電鉄の本社があるんですね。なんであんなところに本社があるかっていうと、昔京王電鉄が創立した時の社長さんの家があったっていうことで、そこはちょっとした高級住宅地街で、でそういうところのこうブランド品とかですね、そういうのがこう寄付されることがあるんですね。ですからすごくたまにですねすごい掘り出し物があるんで行くんですけど、まあジブリの、耳をすませばの舞台でもあるところなんで、まあ、ブログの方に URL 書いておこうかな。はい。機会があったらですね、ぜひ覗いてみると面白いかなって思います。はい。以上、今回の買い物で買ってきたものを紹介、そこで今日ですね、面白いものを見つけて、ちょっとわかんないかな。これ、蛍光灯なんですけど、これね、そうですね、これ。こんな感じで蛍光灯。これ、杖置きタイプで、実は本当はね、これ AC でやってるんですけど、これ充電させて、こう電池で、中の充電池で、もう、充電池でも使えるらしいんですけど、一応今回はなんか、能書きに、こう、箱がこうですね。箱がこんなのがあってですね。箱がこう書いてあるんですが、充電できませんって書いてあります。はい。なんで、まあこれ充電しなくてもいいかなと思って買ってきたんですけど、中開けて、まあ電池をちょっと見てみようかなと思います。はい。で、もしかすると、その辺を、100円ショップの充電池とかですね、そういうので代用して、もしかすると、こう、修理しちゃうかもしれないですね。これ面白いのは、余談なんですけど、これ。これ多分輸入品なんですよね、これ。ここに、ベープマットっていうか、蚊取りマットを入れられるんですね。で、ここで、蚊取り機能がついてるという蛍光灯です。はい。こんなもの。これがですね、いくらかというとですね、これがいくらだっけな。195円かな。195円で買ってきました。これ撮影したりとかですね、するときに、こう、結構明るさが足りないときがあるんですよね。そういうときには、これちょっと便利かなと思って、自分で使おうと思って買ってきました。はい。以上です。もし、ね、成績とか多摩の方に来ることがありましたら、ぜひね、その千尋場の家っていうのを覗いてください。はい。そこは障害者が一生懸命働いて、運営してるところなんでね。はい。よろしくお願いします。はい、以上です。この辺をちょっとブログにも載せておきますんで、下の説明のところに URL を書いておきます。あとは、こういったものを直したものとかですね、いただいたものとか、そういうのを、こう、新たな里親っていうかですね、そういうような形で、いろんな人に使ってもらうと嬉しいなと思って、ヤフーのオークションに出品してますんで、その出品リストの方にアクセスできる URL も下の方に載っけておきますんで、そちらの方も見てください。そして、まあ、今回みたいにいろんなうんちくを言いながらですね、いろんな紹介とかですね、しておきますんで、まあ、時にはですね、まあ、本業でカウンセラーなんでね、心のいろんなありようといいますかね、そういうのも、まあ、この中にひっくるめてですね、こう、あまり心のことを、
真剣にっていうかですね、向き合うことはないかもしれないんで、まあこういうのを見ながらですね、まあ中に少しずつ織り交ぜていこうかなと思ってます。はい。なもんですから、できればですね、チャンネル登録をしていただけると嬉しいなと思います。はい。以上です。今日はどうも見ていただいてありがとうございます。また、よろしくお願いします。失礼します。